はいどうもチャンプルです。ということで今回もですね旅行動画撮っていきたいと思います。今年は旅行の年にしたいなと思っているチャンプルです。そして今回行くところはですねチャンプルのふるさと沖縄県です。お前先月北海道行ってただろっていうツッコミが聞こえてくると思いますけども、今回は北海道の真反対沖縄です。そして4年ぶりに帰ります。今回のルートはですね安定の夜行バスに乗って東京まで行って、そこから電車とモノレールを乗り継いで羽田空港から出発するというルートで行きたいと思っております。この4年間の間いろいろ変わっているところもあるだろうし、めちゃくちゃワクワクです。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということでありました、こちらのピンク色のバス、ウィラーエクスプレス。ここから7時間かけて東京駅梶橋駐車場に向かいます。おはようございます。ということで東京駅に着きました。今からですね羽田空港方面に向かいたいと思うんですけども、まだ時間に余裕があるので東京のある場所に行きたいと思います。では行きましょう。あーよかった、間に合った。こちらですね5時49分発京浜東北線大船行き、こちらに乗っていきます。はい、ちょうど着きましたね。はい、というわけで浜松町駅に着きました。今から東京観光をしたいと思います。ということであの有名な場所に行きます。はい、ということで浜松町駅から降りて行きたかった東京の名所、こちらでデン。おーすごいですね。はい、こちらですね高さ333メートル、東京のシンボルマーク東京タワーです。いいですね。これねいつか見に行ってみたいなと思っていたんですけど、ようやくその願いが叶いました。この赤なのかな、オレンジ色かな、このカラーが特徴です。はい、ということでミニ東京旅行が終わりまして、今からですね羽田空港方面のモノレールに乗っていきたいと思います。では行きましょうか。はい、ということで羽田空港に着きました。4年ぶりの羽田空港です。今からチェックインをしまして、そこからね羽田空港の中を探索していきたいと思います。
はい、というわけで着きました。豊崎公園チュラサンビーチです。もうね、めちゃくちゃすごいですね。いやー、夏の沖縄本当に最高ですね。日差しはめちゃくちゃ強いんですけど、この青い空、青い海、白い砂浜とこの南国風のロケーションの組み合わせがね、最高です。マジで。ブルーシー分けてあげたい、ブルーシール。ということで、茶炭店ブルーシールに来ました。食後のデザートです。ここはですね、アメリカ生まれ沖縄育ちのアイスクリーム屋さんです。1948年創業。でベッドを見ていきましょう。ベッドはこちら。はい、ということでこちらですね、キングタコスというタコライス屋さんに来ております。ここのタコライスがね、本当にもうめちゃくちゃ美味しくて、沖縄住んでた頃は週に5回食べるぐらいハマっているタコライス屋さんです。ではね、タコライスを買ってるんで行きましょう。
はい、ということで楽しい時間はもうあっという間ですね。旅の最終章に突入しようとしています。今は那覇空港にいます。これからですね、保安検査場に行って検査をしまして、帰りの便を待つという感じにしたいと思います。では行きましょうか。はい、というわけで羽田空港に無事到着しました。そしてこれからですね、1時間以内に東京駅に戻らないとやまびこに乗れないんでね、急いで乗り換えの方をしていきたいと思います。ではね、行きましょう。うまそうな東京ラーメンという店があるんですけども、今回は時間的な都合でパスしたいと思います。はい、ということで7時半発空港快速のモノレールが出るんで早速行きます。はい、ということで現在の時刻は10時21分やまびこ73号盛岡駅、こちらが最終列車ですね。最後はこれを見送っていきましょうか。はい、ということで本日の終電、はい、ということで改札出ましょうか。はい、こんな感じで終電となりました。はい、ということで東京駅から新幹線で揺られて約2時間ぐらいですね、仙台駅に戻ってきました。今回はですね、旅行兼帰省だったんですけども、マジで楽しい時間があっという間すぎました。ということで先月は北海道、今月は沖縄と北から南まで大移動をしているチャンプルーなんですけども、今年はですね、今後も旅行の計画をあと何回か立てているんでね、その動画も楽しみにしてくれると嬉しいです。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching。